とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー初見攻略やっていきたいと思います。珍しい場所だ。最近見ない1階だね。なんかクリーパーが多そうな場所ですけども、出る？いや出ない。なんかクリーパーがすごく出そうな場所なんだけどね。終わりか、出ないか。そうでもない今回。はい次。いや珍しい。最初から怒りだけども、まあ使えんけどね。はい次。最初から虚無がついてたら受けるけどね。さすがについてないかな。虚無ついてて、でなんか最初のね、商人でユニークとか、まあまあないか。あったとしてもまあそんなに最初の装備では使えないか。でここもクリーパーは出ないのかい。お終わり？めちゃくちゃ余裕だな。ほうほう、珍しいね。ファイアブランドとかめちゃくちゃ珍しいな。ファイアブランド取ってみる？まあまあ剣よりは全然ねいいと思いますけど、まあ、エンチャントもまあそれなりか。いらんか。オッケーオッケー。やっぱ取り立ての武器は強いね。おお、いるいるいるけど、あこれ当たりだったわ。うん、これはいい。終わり。よし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 、おお、いいんじゃない。あここはもう影よ。うん、間違いない間違いない、影の断片で間違いなし。おお、あやっぱクリーパー結構出るかも。意外といるかもしんない。あなんか倒した。何もいなかった。おっしゃ、おいいね。いややっぱおーおーおー、あ強いな。おーおーおお、火属性がついてる武器ってやっぱ強いね。タワーではすごい使える。いい火力じゃないか。終わり、おしまい。4回、まあまあ楽勝ですね。え、もう商人？グリムアーマー持っていって、いやユニークこんかったら終わりだもんな。一応弓だけでも上げてけ。ユニークか？パワーか。え、で次ボスじゃん。火力でゴリ押しする、いや耐久上げた方が良さそうな気がする。エンチャは特にないね。雷フォーカスがあるから、あなるほどね。1回の報酬のあの稲妻の矢筒も結構強かったかもしれないですね。まあボス次第。何が出る？痛い。あちょっと、いやこれきついぞ。こいつはちょっときつい。マジか。
マジか。いやこれきつい、ちょっと待って、これ待って、これどうする、ちょっと待てよ、まずこの2体同時っていうのがきついわ。あ、ちょっと待って待てよ、エンダーマンだけなんとかよ。オッケーオッケー、まあ、エンダーマンだけまず倒そう。あー、ミスった、あぶねえ。エンダーマンだけまず、あぶねえ、倒して、オッケーオッケーオッケー、で伸びを1対1で倒すようにしましょう。オッケー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 、じゃないと無理、あんまり削れないね。いや、いける、ザコが撃ってほしい。待て、ちょっと待てキッズ、ちょっと待って、よし、オッケー。いや、これ対策必要よ。ちょっとこれ最初のボスの対策絶対必要。なんかあったか、まあまあいいや。いや、きつ、はいはい、なかなか仕掛けてくるね。あ、エンチャント俺何も入れてなかったじゃん。いや、でもなんか入れれるやつあったか。待て、嫌なやつだ。あ、でももういないか。いや、いる。なぜ爆発しない、本当になぜ爆発せずにその場でいた。いやー、ここきついぞ。いや、結構きついな。よし、結構敵きついよ。よし、ちょっとあそこ8に任せて俺はこっち側から行こう。いや、序盤なんかねめちゃくちゃ楽勝と思いきや、いや、ここ今回むずいぞ。ゴーレム欲しいけど武器も欲しい。武器だ。あ、待って、スピンブレード意外といいのよ。スピンブレードね、ほんといいのよな。タワーで持っていこう。いや、武器はまだあるはず。うん、剣じゃなし。剣はねちょっと妥協だったもんね。オッケー、めっちゃいい、めっちゃいい。わお、いや、回れ。よし、回したらむちゃくちゃいいすげえ。あ、これスピンブレード絶対当たり。おっしゃ、強いっしょ、いいね。武器、いや、台座もついてるよ、台座もついてるけど、いや、よくない。サイスだ、ここは。で、ようやくエンチャントなんか入れよう。まあこんなもんでしょう。他入れるやつないもんね。いや、なかなか歯応えのあるシーズンで面白いじゃない。いいよ。やぶねえ。いや、きついぞ。よし、あー、ここはなんか武器取ってなかったら本当危なかった。よし、いいね。
サイスいいよ。まだね、本調子じゃないから。ソウルマックスになれば、クリティカルガンガン出るからね。あー、なるほど。ここで釣り竿か。まあまあ、この感じならいりません。クールダウン付きの防具欲しいな。うん、クールダウン防具が欲しい。あー、ミスった。おーい、すごいね、すごいぞこれ。蜂たちにちょっと今日はお世話になります。蜂がいないとちょっとこれ耐えれないな。よし、こっち側いないね。そのまま行きまーす。おい、こんな狭いとこじゃ避けれん。しゃ、いいんじゃない。終わりか。はいはいはい、次はどうだ。おおおおおお、虚無のやつ、いやいらんな。あ、プレートアーマー変えようか。うん、プレートに変えます。でポーションバリアを一応入れとこう。あ、で影突もある。うん、ビーストバーストもあるね。あ、影突中にちょっと待って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 、これたまんない。どう、溜まってる？あ、溜まってる気もする。あ、溜まってるよね、絶対溜まってるよね。 OK。 あ、これか。あのコメントでもらってたやつ。うん、影突中のアーティファクトも。あ、ミスった、あぶね。よし、影突の対象になるっていうやつね。おお、これめちゃくちゃいいぞ。ミスった。はい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 、あ、これはいいわ。うん、これで倒してソウルガンガン溜まる。はいはいはい、いいぞ。あ、相性がいい、すっげえ相性いい。あ、でここで影の断片があるのか。なるほどね。となると最初に別に取らなくてよかったんだ。あ、うん、1秒変わるか。1秒変わるなら、おお、あ、いや、よくない、変えとこうか。いや、いらんな。ハープンだけ変えとこ。よし、いや、むしろこれ影突のスピンブレードだけで勝っていけるわ。うん、あ、でもなんかクールダウン欲しいな。あー、固まった。おお、なるほど。もうもうソウルを消費しない方法をもう心得たから余裕だ。よし、終わり。はいはい、あ、今回影突だ。おっと、いや、炎茶は良くないよ。炎茶は良くないから。あー、スケール変えていこう。いや、ダメダメダメ。影突がいるわ。バカ、変えるな。いや、ダメダメ。このままです。変えちゃダメよ。オッケーオッケー。もう、炎茶とはもうこれで間違いないの。で、あのユニーク来たらフルメタルにすればもう間違いないんで。よし、オッケー。影突するまでもないか。いやいや、ある程度はしていこう。よし、
あと上でおしまいだね。いや急に楽になった。まあまあ装備のねおかげだけど。でキノコか。あーなるほどね、怒りは使っていけたね。怒りは使っていけた。あー変えるかな。火属性と、まあいいか、ガーストはなしで OK。 うん OK。 衝撃波ナイフはすごい強いんで取っていきましょう。おいし、いいね。まだいるんかい。よっしゃ、おお、ワンパンって気持ちいいね。よしよし。で若干ソウル減るけども、ザコ倒して速攻溜まるんで OK。 よっしゃすっごい溜まる。終わりだ。で次、いやもう防具このままよ。うんで弓とかも今んとこいらないんで、アーティファクトだね。スピンブレードもこのまま使えるはずもないんで、何かいい感じのやつをゲットしたい。あ、ミスった。もうよし。まあ装備が良すぎると若干こうね油断しちゃうよね。まあここはクリーパーと、ああ、はいはい、出ると思った。オッケー、こいつらが来ると思ったよ。オッケー、おお結構出るね。よし、意外と強敵が出てきて驚いてる。クリーパーまで。普通にやると難しいよ、絶対難しい。装備にすごい助けられてるから、まあ楽なだけであって。あー、ここ、あー、ちょっと待って、やたら怒り出るな。あー、おーおー、すごいね。これだ。うん、もう影があるからタンクはいらない。これでやっていこうと思います。スピングレードもね、もう変えてもいいかなと思うんですけどね。一応持っとこう。よしよし、まだなんとかギリ倒せるぐらいなんで。もう出ない？やっぱ出るか。こうね、変に出ちゃうと戻ってこなきゃいけないんで面倒くさくなるんだよな。 OK。 まだ？オッケー、いいね、ナイス。あ、もうこっちだと特に大したことないよ。終わりでーす。16回クリア。なんかちょっと簡単になってきたね。序盤から中盤にかけてが結構厳しかったけど、そこ抜けたらそうでもない。まあ終盤次第。また釣り竿があるな。まあいらんけど。オッケー。よいしょ。行こう。オッケー。そのまま突っ込む。いけるね。よし。オッケー。飛ばしてるから便利。むちゃくちゃ便利。よし、ここも相変わらず敵が多いこと。よし、どうなるか。
もういないか。よし、強敵いない。で、上もパワーシェイカーである程度倒したんで。ああ、それ。終わり？よし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 。最初のボスと次のボスの間隔が長い。虚無欲しいけども、持ってく？うん、虚無欲しいな。ユニークはもうこっちをユニークにするって決まってるんで、一応ボス用に虚無は絶対いるね。と強打を入れとけ。で、爆発も面白いぞ。こんな感じでいきます。いいね、強打がいくよ。よし、ちょっとやたら出るね。いいよいいよ。あれ、終わり？もう終わりか。問題ない。バースト持った。変えよっか。エレメントに。まあ、運次第になるけど。バーストもいいけども、あ、まあいいや。エレメントのカバンに変えます。で、これで。影突効くでしょ多分。あ、でもクーダウンないのか。なあ、ちょっと微妙っすね。できればアップドラフトあたりが出てきてくれれば嬉しいんだけど、アップドラフト出ないかな。アップドラが来ればすごく嬉しい。終わり？よし。商人とボスはまだなの？もう20回なりますけども。まだか。いや、いらんかな。やっぱりアーティファクトが欲しいね。これで倒しても大丈夫なの？分からん。まあいいや。よし。あ、でもそろそろ防具を変えないときつくなってくるんだよな。いや、違うんかい。やっぱ当たり外れがあるから、このエレメントのカバンは若干使いにくいんだよな。いや、ないね。なんかいいのがないよ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。おい、あ、じゃじゃ、もう毎回それ出して。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。もうちょっと耐久力がない。耐久力がもう全然ない。よし、耐久力ないな。そろそろ、でも商人来るでしょ、そろそろね。お、そんなとこいたの、全然わからんかった。いや、よくない、よくないな。よくないよ。なんか装備取るのちょっとミスったところあるか。あしゃあしゃ、オーケー、オーケー、いいね。
前を倒す。あっち側はどんな感じなんだい。よし、オッケー、ナイス。終わり。よし、あ、商人じゃなくていきなりボスなの。あ、いいね、いいね、間違いない。え、ここってことはゴーレムか。ゴーレムだわ。ちょっと待って、これエンチャントかなりいいぞ。ここら辺もまあ入れとけ。弓は別に入れる必要はないね。オッケーオッケー、行こう。あ、俺エンチャント全然入れてこなかった。まあいいや。え、ゴーレムなら余裕じゃん。そっち？はい。余裕。え、何これ。おお、ちょっと減りすぎでしょ。そうか、そうか、パワーが全然なかったんだ、この防具。そうだわ。あ、地雷に変えよう。うん。なら確定でダメージ入れれるんで。いや、ちょっと待って。いらんわ。クレイモアの一撃を入れた方が、あ、いやいや、地雷の方が上か。何になった。お、雪玉2、最高。いいね。で、またちょっと進んだら、商人でしょ。なんか変な構成だね、今回。構成が、いつもと違う。まあ、たまにはいいんじゃない？よっしゃ。いいね。終わり？いや、まだか。結構長えぞ。ちょっと待って。そのレイス軍団をやりたい。ナイス。よし。終わり。もう装備が整ったからね、負けることはないよ。ボスなんだろうな、めんどくさくないやつだったらいいけど。いい、そのままいきます。ボスはテンペストはやめてよ。よいしょ。あ、あったあった、このシーズンあった。うん、あの、このタワーガードがゴリゴリ出てきたシーズンあったね。それだ今回。あぶねあぶね、あ、これ食らうわ。まあ仕方ないね。よっしゃ、終わりか。はいはい、おお、面白いじゃん。面白い面白い。あのタワーガードを100体倒せっていうやつ、あれも今回は簡単にクリアできそうだね。いらんね。ちょっと待って、これさ、ボスをさ、ボスじゃない、次のユニークどうしようか。あの防具を上げて火力を 30% 上げるのもいいし、フレームを上げて星夜にするっていうのも全然ありだよね。どうしようか。てかむしろなんか影突使わんな。影突なんか使わんくなったな。まあまあ使っていきゃいいでしょうけど。 OK、 下にもいるねこれね。いや、いないんか。おらんのか。よし、終わり。そう大したことなかった。
いやいや、武器はもう間違いない。このまんまよ、このまま、このまま。これ以上強いボーンクラブとかがあればそっちに変えるけども、ないのであればこのままでいいね。よしよしよし、いいね、いいよ。はい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 、よっしゃ、いいんじゃない。これやべえぞ。よし、終わり。いや、意外と出る。下にもまだいるんでしょ。よし、終わりだ。で、29階が商人だよね、ユニークのね。いやー、うん、いらんかな。おお、面白いぞ。いらんか。どっちあげよう。いや、もう実際どっちでもいいよ。こっちにするか。いや、元の火力を上げよう。うん、まあ、どっちも変わりやせんけど、こっちの方が耐久も上がっていいかな。弓がずっと微妙なまんまだから、まあいいでしょう。入れるやつないな。できればワンパンしたいけども、まあボス次第。はい、いけた。全然いけた。はい、ということで、まあまあ終盤、中盤から終盤にかけては楽勝。序盤が、本当ボス戦ぐらいまでが難しいね。あそこがちょっと厳しいです。いらんね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。